はい、どうも、おくぽんでございます。BTC の価格は、ああまあまあ,あ、低い水準でね、そんなに動いてないと。えー、と朝から比べて4000円くらい上がった、朝って言っても本当6時とかね、えー、そういう時間に上げたんですけども、そこから15時間、16時間経って、えー、まあ4000円くらいですかね、上に行ってるような感じでございます。えーと とおまあ、ここ2回かなにわたりこちらあビットコイン絡みの、ね、話をしてなかったんですけどもおそちらですねビットコイン絡みのお話をしてきますノーベル経済学賞のクルーグーマン教授が BTC は金より有用と、えーまあ、いい話でございますよでノーベル賞経済学受賞者であるポール・ クル,ルーグマン、クルーグマン教授はブロックチェーンカンファレンスのパネルディスカッションで BTC は金よりも有用性が高いと語った。グルーグマン氏は長年ブログなどで BTC に対して会議的な主張を展開してきた、いたことで有名だ。クルーグマン氏は14日にラスベガスで開催されたチェインチェイン x チェンジドっていうのかなのパネルディスカッションで発言した。The Daily Hold が19日に当日のグルーグマン氏の発言を紹介している。グルーグマン氏は BTC のマイニングによるエネルギー問題があることに触れつつ、金は死んでいる。ビットコインは金、ゴールドよりも有用性が高い。将来 BTC の価値はあるもの、 になる可能性があると発言と、また BTC ユーティリティを法定通貨と比較すると、主要問題は BTC を送金するためのトランザクションコストだとグルーグマン氏は指摘、トランザクションフィーが削減されれば暗号通貨への懸念は払拭されることとなるだろうと述べた。 グルーグマン氏は暗号通貨 BTC に対して懐疑的な姿勢で知られている。2013年12月には BTC は悪魔というブログ記事を投稿。最近も7月31日、ニューヨークタイムズに掲載したコラムで BTC の懐疑論を展開していた。 ニューヨークタイムズのコラムの中で、もし、投機筋が BTC が価値,ない価値がないと集団的に疑ってしまえば、BTC は無価値になるだろうと主張。将来、ブラックマーケットでの利用、租税ってあらぜ、回避、租税かな回避を目的として、BTC 他暗号通貨と違い、唯一生き残る可能性はある。 とするものの現実には失望がすべてを破壊してしまうだろうと持論を展開していたまあ、反対の話になってきたよっていうねでもこういうのは結構私はあるあるだと思うんですよ本気でそのもののことを考えてると周りが見えなくなって で、でまあ、客観視できなくなるっていうのは、正直あるんじゃないでしょうか。ましては、教授ともなれば、一つの分野に掘り下げる作業っていうのをされてる方ですよね。そうすると、まあ、平均的な人間ではおそらくないんですよね。教授になるぐらいの方,の方,方は、やっぱり自分の自己主張がちゃんとしてて、ちゃんとしてましてですね。 でそれに対して、えー、常に深掘りをしていくっていうね、えー、自分に対して追い詰めをして,くっていくていうのをやられている方なので、まあ、そうですよね普通ではおそらくないですよね。偏りが絶対あるとで。その方のお話なので、こういったね、えー、2点、3点とかするっていうのは普通にあるんじゃないでしょうか。ねえー で今のおそらく、金が相場が上がってこないっていうところも受けて、こういう話をしてるんじゃないかなっていう、世の中の見方がだいぶ変わってきたっていうね、資産価値において、えーまあ、資産を移転するのに何がいいかっていうと、金にはお金が集まってきてないっていうのも、ここでは話されてないんですけども、おそらくそういう話もね、この方の中では、頭の中では起きてるんじゃないかなと思っておりますはいバリュー行きます。 えですねこちらアップデートしました、おすすめ機能がリリース、18年8月20日、今日からね、従来のピックアップ機能を発展させ、おすすめ機能をリリース、従来、運営チームでピックアップするユーザー、毎週紹介してきましたが、探しきれない魅力あふれるユーザー、バリューの世界にはまだまだ大勢いらっしゃいます。 そこで、バリューは連携する SNS なども含めた様々な活動をスコアリングし、各ユーザー、興味、関心がありそうだけども、まだ出会えてなさそうなユーザーを見つけられる機能として作り直すことといたしました。おすすめ機能、特徴、バリュー、外部、SNS での活動を基づいた抽出アルゴリズムの導入。 導入、えー、っとユーザーごとにおすすめをパーソナライズ SNS での交流楽しみが増えるようにバリュー未公開発行者もおすすめ対象に、えー、抽出アルゴリズムについては皆様からのフィードバックなどを参考に、えー、随時アップデートを行う予定ですおすすめ一覧は見つけるうちのおすすめタブからあご覧くださいと という風に変わってます。では、見てみましょう。えー、っと、見つける。で、私、今、初めて開いたんですよ。バリュー、バージョンアップかしてからね。おお、なんかかっけえ。ね。えー、っと、こちらは、麻雀。おすすめなんですけども。で、これは、まあ、あ何度も紹介してる方とか、あーこの方、で、蜂蜜だるまし。 がいたりとか、あー、松吉さんって方がいたりとか、ああまつパフェっていう方がいたりとか、私は出てこないんだろうか、ここに。まだまだ弱いってことですかね、インパクトがね。えー、っと、まあ、いろんなね、方がこうやって出てます。まあ、おそらく私の絡みでもっていうのを、この形なので、 皆様がこれを開いた場合は別な方が出てくるでしょう。なので、えー、少なくともこれ、私、オクフォンの今の現時点でのおすすめっていうところでの紹介っていうことになりますので、まあ、こちらね、お間違いのないよ私のページと同じように、皆様のバリューのページ、まあ、見つけるおすすめっていうところで、 えこういった方が出てきているかどうかっていうと、えー、おそらく違うものが出てきてる。うん。結構見やすいんじゃないですか。本人の名前があって、えー、バリアスがあって、えー、で、ここは何だろう。これなんかね、一言やっぱしっかり入れといた方がいいね。えー、私だと多分書かれてないんじゃないかな。 まあこの刀は、あまだ、あバリアースゼロなんですけども、まあ、優待があると。お多少居心,地のお居心地の悪いスツールっていうのかな。スツールとお普通の水着、うーん女性を口説けるエロい雰囲気のバーをシンガポールに。シンガポールからですよ、これ。シンガポールの日本人バーテンダーだと思います。 えっと、これはあ、どうなんでしょう。なんでシン,あシンガポールってのは、おそらく私があツイッター、ツイッターここで拾われてるのかな。あと、フェイスブックの減った一番上の、えー、画面のね、プロフィール写真の上があシンガポールになってますんで、そういうところからこれ、抽出されてるんじゃないでしょうか。だから映像からもひょっとしたら拾われてる。 可能性は十分あります。なので、これ、皆様ね、楽しみにして見てみてください。だいぶ変わってます。変わってますので、ぜひぜひこれをね、私も今からね、えー掘り下げ、掘り下げというか、ワクワクしながら見ていこうかなと思っております。はい、で、何か変わったことがあるのかっていうと、私のね、 わはわぁ、蜂蜜さん現在、蜂蜜さんじゃなくて、このね、えー、保有数が一番でっかい、えー、115保有してる、この韓国の方が下げてます。やばい。これはやばいぞ。でも、寿司屋の大将はこれね、えー、ちゃんとしっかり上げてきてますね。寿司屋の大将、これ売る気ないんで、えー、これは売るつもりで買ってないタイプのものです。なので、まあ、このまんま、渡辺さん、 うんまあ、このまんま保有しておきます。えー、ようよう。こちらもね、売る気はない。で、これはですね、パイロット 3VA 応援スタイルで入れました。1000円まで見た八800円弱かなあ。応援スタイルで入れました。3VA ね。お、松原さん。すげえ。平均取得が私は002で、えー、まあ3買ってますけども、 これが果たして売れるのかどうか。売れないですね。買いたがないんで。はい。っていうところで、まあまあ相場がね、どん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 上がっていくような形になっていくことをね、お祈りしながら。お来た来たシシロさんね。衝動家です。衝動家優待ね。1 0 v で、あの、アレすは。あ,わあまあ、 あなんだ、昇格試験に向けたあ課題を詩集さんから出してくれるよっていうね、えー、とんでもないやつです。で、おい、なんだよ。夢ピカさん。めっちゃ下げてる。マジかよ。おい、なんだこれ。何が起きたんだおいおい。これ、めっちゃ売られてるんじゃないかこれ。何が起きたのこれ。 おいおい、ちょっと待って。これ、夢ピカさん、しょ、あのー、あんまりね、いきなり私紹介して、あれなんですけども、評判が、どうしたら、パチンコパチスロってところで評判が悪いのかなおい、マジかよ。これは下げすぎでしょ。下げすぎだろ。あ、全然、これ下の方になっちゃった。上位ね、3までに上がらないと、 だから 3VA 以上持たないといけません。だから4いけませんってのも変なんだけども面白みがありません。なので、まずは一番下の板、買います。今、今買います。いや、これ、ちょっとね、これひどすぎだわ。こ,こ,こ,こ買いますよ。で、こういう場合はコピー。 あなってるね。450でなってるから、これ購入、そのまま。いけっと。で、これを確定して。よし。これで3位タイ。3位タイまで自分を持ってきました。夢ピカさんのね。えー、ところで3位タイにしましたんで、まあ、これはもうお話やめます。えー、また、どっかでね、ちょいちょいつまんでいこうかなと思います。 えっと、あとはなんだお、ミクシー、超上がってる。平均取得単価が、あ、末尾362から1200になってます。ミクシー、何をやらかしたお、これは、私555でまず売れますよ、ここ。買いが入ってるから。555で2を、もし売れたら、どうなのお、 555でもプラスっすよ、これ。ねえ。えー、末尾で言うと、188かな。あー、プラス2。えー、プラスなんで、まあ、ここ、このぐらい。このぐらいプラスです。ね。よかった。おい、高沢さん。高沢さん下がってるよ。どうしたー 買い支えることは私では今無理なような気がする。これはちょっと待て。レンコンさんをね、3つ買ってるから、としんどい。てか、お金がないよ、もうきっと。JPY にすると、JPY にすると、うわ、5000マイナスとかすげえ。19000円になってしまった。3万円台だったのに。 たった2日前。うわぁ、3万5000千円くらいやったのは。ちょっといい加減にやりすぎなのかどうなんだろうどうなんでしょうこうやって見るとね、結構えぐいんですよね。うん。えぐいっていうのと、あとは、け、そんなに大した増えてないのかなっていうのがわかる。 コレクション見てると本当面白いですよね。BTC になった途端、単価ってのはよくわかんなくなるけど、JPY になったら相当えぐいです。JPY でこう、スラスラと計算できるようにならないといけないんだろね。お、これ場合になってるぞ。平均取得単価が1280が売り板でここ出てます。倍になってますね。まあやっぱり倍にしたくなるんですよね。 これはあの、バリューを自分で私も発行してて、あの、まずはその、なんてうの、レンジを広く取りた、取りたいから、そうすると、そこをドーンってやりたいんですよ。だから、あの、ドーンってやりたいから、うわ、また下に入った、これ。009。暗号通貨革命さん。私のいた、これ。 0.011で、果たして売れるのかどうか。わけわかんなくなってきましたよ、これ。どうなんだ。この前のね、あのー、ニキさんの件があるんで、このまま保有します。で、イタンも作りっぱなしで行きます。で、まあ、私のバリューはこんな感じで。で、今からは、あと、のんびりね、えー、あと1時間、んー、弱ぐらいですかね。えー、バリューを見て、で、見つけるっていうもので、面白いメガラン件を見ようかなと。 思いますと、ちょっと待って、先行抽選見てない。先行抽選増えたかもしれません。なので、お増えた。このね、よしくん以下から、じゅんさんっていう人と、そうしって人と、うクん、たくとって方と、なんだこれ。わかんない。かつみさん。ね。このお4名様あ、増えてますんで、と、覗いて 見ましょうね。さらっとね。個人で個展をうん開催するため費用を稼ぐ。えっ、ー、と、次は、バリオはね、8月27あ、21時が抽選になります。で、ね。で、まあ、あかつ、かたすみさん。かたすみさんは、まあ、これ、一回戻します。 元のね。で、次。タクト氏。タクト氏は何屋さんだ ?IT を世界に食合理化と推進による90%に飲食店うん、最適化、10%飲食店の文化を継承お。なかなかこう、数字をね、バリッと出してくるところが、なかなか知ってますね。数字にね、結構ね、あのー、購入者っていうのは弱いんですよねな。なんていうのかな。なんとなく、 でも、数字をこう掲げられると、えー、こう気になる。はい。注文ありません。で、だいたい27なんで、あと1週間ありますからね。えー、そこから、これはちょっとお、気になりますね、私ね。タクとし。でも、それでもね、あのー、落ちリストには入れないんですけど、要は先行抽選に入って、 で,で、まあ、買うときですよね、おそらく。うん、先行抽選から出るときとか、で、先行抽選で当たらなくても、また買いたい方とかは、おっちり、あ来た。発達障害に自分にできないことはないを提供する多彩な人間を目指す。発達障害って本人言ってます。何なんでしょうか。発達障害のお名目。私もこれ、あさってか。 あ私、医者行ってきます。医者って言っても、あの、精神科ね。うん。行ってきます。同じなのかな。ADSD かあ、まあ、なんだろうな。ADSD か、何でしたっけ私のはあ。今出てこないんですけども、アスペルガーか。アスペルガー。この、多分2、2つ併用です。私ね。なので、本当に、 えーまあ、その手の型なのかな。もう、発達障害って言い切ってるわけだから、おそらく、まあ私も ADSD っていうのは言い切っちゃってますけども、まあおそらくあれば問題ない。間違いない。そういうふうにね、判定が出てくると思います。私はね、和,和テイスとか、新潟市器屋さんをやってるじゃない。和紙のペンライト、なんだ。 山山の撮影,撮影をさせていただきました。開店前だったのですが、興味を持って中に入ってくれた方も。山山は3枚の手すき和紙を重ねて、3系の思い浮きを出しています、えーえー。バリュー、先行抽選受付開始した。優待どんなものができるか考え書きます。 一番分かりやすいのは、新潟県の地場産業と現在進行形で一緒に進めているプロジェクトの経過報告や裏話、ミーティング資料など限定記事で公開しようかと思っています。本来は最終的な成果物しか表に見え,ないのです見えてこないので、ライブ感のあるデザインプロセスを共有できたら、あとはフリーランスとして どういうふうに仕事を取っていくとか、地方への UI ターンで変わる人生観などをよく質問をされる内容な定期的に伝えますと。最後、バリューゆっくり育てていきたいと思います。結構、このバリューは私は、これはですねうん、このゆっくりっていう提案はあまり押してません。 えー、自分がここぞっていう時にバシバシ売ってかないといけないのかなと思ってます。だから、自分の価値を知ってもらうっていうよりは、えー、っと自分がここにいるよっていうのを前面に出すべきなんじゃないかなと思ってます。売るのにね。まあ、人の、あのー、個人個人のタイムスタイルっていうのかな。あー時間のスタイルがあるので、えーまあ、これはこれ以上は触れないようにします。はい で和,和紙のね、対、えー、将でございますんで、えー、デザインかあっていうとこですね。ロンドンの建築事務所、4年、えー、ちょっと働いてたらしいですよ。30歳タイミングで新潟に帰郷スイカの種という屋語で、えー、総合デザインスタジオをやってると。面白いですね、ネーミングが。スイカの種。スイカの種っていうとね、スイカってのはる花なんですよね。 かぼちゃなんですよでスイカはあほとんどの、まあ、日本で売られているものはそうだと思うんですけども、スイカは切り、なんだろうな、くっつけるんです。かぼちゃの根っこと、スイカの上の部分を。で、それで植林食儀、植林っていうのな、なんだっけ、くっつけるやつうく、茎をですね、ペタッてくっつけるんですよ。 でそのまま使うんですけども、その理由としては、かぼちゃの根っこが強いというところですね。はい。なので、その、えー、スイカの上の、頭はスイカ、下はかぼちゃの根っこを使ってきます。はい。なので、意味としては、スイカはそのままですね、つるで伸びてきますよね。つるで、えー、っと、茎がですね、茎っていうか、枝分かれする場所があるんですよ。つるでもね、何箇所も。 で、それの14とか15とか、あ枝分かれを繰り返したそのあたりに実をつけると、美味しいスイカがなるというね。えーまあ、スイカの農家で私働いたことはありますけども、そういった意味。えー、で、スイカの種なので、おそらくそういった長いタイム軸で、えー、見てるっていうことでしょうね。うん。まあ、あいいんじゃないでしょうか。名前とね。 えー、その長い目でバ,バリューを見てるっていうのは、スタイルがとてもいい。えー、でですね、ここからちょっとね、ちょっと余談なんですけども、あのー、人間ですね、えー、落ち着いちゃっちゃだめだなというのが、これは私の持論でございます。あのー、どんなことでも飢えてなきゃいけない。で、達成したっていう場所は、あ作らないと。すべて通過点と。 これは死ぬまでですね、私たちが追っかけていかなきゃいけないのかなっていうね、それが数字なのか、数字であっても増えればいいのかって言ったら、まあ増えればいいんでしょうけども、増えてもその先、その先っていうのはずっと追っかけていかなきゃいけない。で、私、群れるのが非常に嫌いです。あの、ポケモンをやってて、えー、もうそうなんですけども、群れるとですね、安定感が増すんですよ。あの、情報もバン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 、そのグループ内に入ってくるし、 で、その方と仲良くしてれば、あ強いポケモンとかね、えー、作り方とか教えてもらえるかもわかんない。あとは強いポケモンをどうやったらどこで捕まえてくるのかっていうのも教えてくれるのかもしれない。でも、私は今からの人間の価値として、えー、不適合性と、なんていうのかな、不条理性とか、あとは不適格性か。 同じものを二度と作れない、その人間だからこそお価値を見いだすものに対して人間は特化してければ、その人の価値は今後,も今後は絶対め、めっちゃ伸びるでしょうというところですね。それはあ5年後に、ねえーまあ、AI で高、えー、学歴の方々がほとんどいらなくなると。 おーまあ、解雇みたいな形になるんじゃないかと、でそれはなんで解雇になっちゃうのかというと、大体私なりの答えがもう見えてて、それ、喋ったと思うんですけどもあの、マニュアルの学習だからです、暗記学習なので、そんなものを AI とかロボットにおいて、暗記学習のプロフェッショナルですからね、ロボットっていうのは。で、それをずっと100%同じことを繰り返せる、それがロボットです。ね で人間っていうのは、その何やってんだと。これが人間ですから。うん、人間っていうのは欲の塊で、ね、自分の意思すらあ自分の体を思い通りにできないと、うん。自分の意思で自分の体を思い通りにでき,できない。これが人間です、うんあ。これはやっちゃいけないのにっていうものを手を出してしまうあー。これだけ今月これだけのお金しかないのに使ってしまう。これが人間です。ね えー、本当、自分で自分の体を操れない、これが人間なんですよ、うん。だから、とんでもなく管理というか、手綱でちょちょちょ,ちょってこう引っ張りながらね、えー、な歩行の,その、なんていうのかな、角度を、傾斜をですね、変えてあげて、そっち行き過ぎない、行き過ぎないよって言って、こっち、えー、収めてみたりとかっていうのを、私たちは日々ね、えー、されてると思います。 何かの発言に対してそれは言い過ぎなんじゃないかなって言われた場合には口をつむんだりとかこれは言い足りないんじゃないかなって言ったら自分の意思でもって逆に足りてない部分を言ってみたりとかこういう手綱でですねパッパカパッパカ走らせたりドドドドって止めてみたりとかって馬をね えー、操るがごとく自分たちは操ってますよね。はい、そのぐらい人間っていうのはあ大変な生き物なんですよ。欲深くですね、えー。やりたいものは比較的やっちゃうでしょう。うん、お金がどんなにかかっても。ほんだけこんなにやっちゃいけない、こんなに食べちゃいけないものを食べちゃうでしょだから、おっきな人が増えてます。であれはある種、欲に忠実なことなので、正直、物なのかもわかんないです。はい あれもそうですね。でも、その、まあ、私も含めてですね、えー、抑えてる方もいますよね。うん。食べすぎたら動くと。食べた分だけ動くと。えー、食べた分以上に動くと。インナーマッスルを鍛えとけば同じ動作でも消化あカロリーの速度が違うから、あまあ、本当に常にね、体を動かしておくと。そうすれば代謝が良くなって、 えー、筋力がつけば消化スピードというか、えー、エネルギー消化スピードが通常のね何もやってない方よりはいいわけですよ。筋力があるわけだから。うん。燃焼効率もいいし。そうやってですね、自生をしながらあー、なかなかそうやっては生きられないです。私は体の管理はそれでできてますけども、かつてはあギャンブルでやりたい方でやって、えー、とんでもない目に遭ってます。ね、えー。7桁、8桁か。 8桁の負けを作ってしまって、えー、とんでもないことになってますね。ねそれが逆に言うと、素直なね、えーまあ、食べたいものを食べてるような感じで、私も、悲慢、まあえー、はないんですけども、お,お金の、ねえー、管理でそういうことをやったこと、食べすぎちゃった、欲を食べすぎちゃったことがあって、でそれで8桁の負債をね、 えーまあ、借金ではないんですけども、作ってしまったと。まあ、実にみっともないんだけども、それが人間。で、えー、今からは、本当にその確実性、えー、欲深い、この人間、欲深いっていう部分に、うーをフォーカスしていく人間こそはね、えー、そういうふうに持っていけばいいんですよね。自分がやりたいふうに持ってっちゃう。で、この人間こそはですね、 今後生き残るであろうと思ってます。あとは、最初に言った満足しない人。常に植えてる。この人間たちでしょう。今後ね、人間社会の上を吸うじるのは、だと思ってます。あとは、そこの、あの、それを上手い具合にね、いわゆる、なんだろうな、上に向かっている方向に持っていくっていうのは私たち次第ですから、 あとは本当にそれをやるしかないんだなと。で、それをやれさえすれば、あまあ、生きやすいね、えー。他の方々がリストラリストラっていうところなんですけども、逆にね、人間らしさ、あ人間のその不確実性を生かした人間だけがあ、今後ですね、社会に必要とされるんじゃないでしょうか。はい。エッジが立った人間。ね。えー、ここにね、えー、向かっていけばいいんじゃないでしょうか。はい。 何をやるのかっていうのはあ単純。やりたいことをやる。で、それをもうやめないっていうのが大事なんじゃないでしょうか。で、やりたいことが飽きたら別なものを言ってもいいんですけども、何かのきっかけでまたそれが始められるんであれば、それをまた始めてみる。そしたら別なことをやったことか、あ前にやったことに噛み合わせてですね、 もしかしたら、ヘンてこなものが生まれるかもわかんないです。そのヘンてこなものこそが、希少価値が出て、えー、あなた様にですね、見てらっしゃる方々に、とんでもない富を生む、時間を生む、幸せを生むかもしれません。えー、ただ、本当にここの部分しかないと思ってます。はい。不適格性不適学性？不確実性とかね、不条理性とかね、うー不確ん、不確実性、不条理性、 えー、な不的確、的確じゃない動きってことですね、人間が持つ。だそこに価値をも持たれるんじゃないかなと思,思ってます、私はで。それに特化した人間、えー、エッジを立てて続けられた人間、えー、やり続けてミックス、ミックスを繰り返した人間で、点を点でつないで円になった、面になって、立体上、球体、四角。 アメバのような形、まあ、何でもいいんですけども、その形を持ってこれた人間、これがですね、えー、もう今からは必要とされるんじゃないかと思ってます。はい、なので、そこだけね、一番最後、結構私なりにこの部分はあ、人間が生きるべく幸せに向かう、うなんていうのかな、あー巨大な富を生むうーっていうことを目指すんであれば、ここをやらないと、 おそらく私たち人間というのは、あまあ、淘汰されるんじゃないかなと思います。当たり前のことを暗記産業にずっと関わってて、で、ライン e をね、やってた、頭を使わないことをずっとやってたんでは、おそらくそれはロボットに食われるでしょう。で、ベーシックインカムみたいなものがうまく組み合わさればいいでしょうけども、 おそらく、今、あまあ、高齢者の方々が、それは理解を超えてる範疇だと思うので、えー、選挙でね、えー、政治家があ、立候補した政治家が話してもわからないでしょう。だからその道は私たちが作らなきゃいけないのかなと。勝手にね、ここでやらなきゃいけない、やれなきゃいけないと思ってます。はい。なので、えーまあ、その人間らしさあ、なんでできないんだと。 なんでこれやっちゃうんだと。でそこに価値が生み出される、生み出せる人間だけがあ今後はあ生き残るんじゃないでしょうか、はい。これはあくまでも私の見解であって、えー、これが答えではないと思います。はい、これでいいと思った瞬間に、そこからです、ねえー、思考停止が始まり、世の中が変わっていっても、自分だけ取り残される。 自分たちだけ取り残されるっていうことになってしまうんで、ここでいいっていう話じゃないんですけども、今現在私が言えることっていうのはおそらくそれなんじゃないかなと。何で言うこと聞かない俺。何、ね、でもうやりたくないんだよ、ってやっちゃいけないんだよ、使っちゃいけないんだよ。何やってんだ俺。ね、この部分ですで。この部分なんだけども、それをプラスの方に向けられるっていうのかな自分なりのプラスですよ。自分なりのプラス。 それがあ、貧乏になろうが、金持ちになろうが、あまあ、肥満になろうがあー、足をくじこうが、何かあ弊害は出てくるかもしれないです。それは良くも悪くもね、短期的に。良くも悪くもあるんだけども、でも、そこの部分に諦めずにね、カネルおじさんみたいに諦めずに動いてれば、必ずですね、どっかで日の目は見るでしょう。ただ、 動かないでいると、おロボットちゃんあがあそこをフォローアップして、えー、フォローアップしてくれて、勝手にロボットちゃんが稼いでくれて、税金でね、納めてくれて、税金を私たちにバックしてくれればいいです。何もやってない人間にバックしてくれればいい。ね。えーまあ、バックしてくれれば、それは儲けもんですけども、多分バックしてくれない。この お時代に突入すすると思ってますなので、やっぱり自分のものは自分、自分の体は自分でやんなきゃいけないと思うんで、まあ、そこはあ、まあ、やっていきましょう。はいまあ、大丈夫とは言えないですけども、も少なくとも動いてれば、何かしらの開始、まあね、というか、ここは来ると思うので、まあ、ここ、私非常にね今日感じたところなので、えー、お話をしてみました。はい それではではすね、久々のこういった余談だと思うんですけども、おまあ、勝手なあ、ねえーまあ、お話だったんですけども、ど,どうでしょうか、はいね。素敵なこれからも、ね、素敵なコインライフ、そして、えー、自分の体を大事に、ねえーまあ、動いていきましょう。はい、それでは、バイバイ。